こんにちは、新しい友達、フィギュアス,スケート、GP シリーズ NHK 杯、大阪は27日、女子ショートプログラム、SP を行い、海外から唯一、出場した、リュウ・ヒサシユ4、16、韓国が55.56点で再開。2010年バンクーバー五輪金メダルの、金ヨナ、キム・ヨナの後継者は、冒頭のジャンプで着氷に失敗し、続く3回転ルッツでの転倒も響いて、スコアを伸ばせなかった。 今季初の国際大会でミスを連発したが、シニアに転向した昨季は、3回転ジャンプを武器に、GP シリーズ初戦のカナダ杯で3位に入る戦列デビュー。中国杯で4位、そして四大陸選手権2位と、結果を残して、ロシア勢やキヒラと並んで、一躍2022年北京五輪のメダル候補に浮上した。韓国スケート界では、キムヨナ以来の逸材と、注目が集まるユヨン。 スケーティングやジャンプの精度など、何かと比較されるものの、メンタルの強さは本教もしのぐのぐ。幼少期は父親の仕事の関係から、シンガポールとインドネシアで暮らし、現地でスケートの手ほどきを受けた。本格的な指導者がいなかったため、スケートを始めた当初は、キム・ヨナが滑る映像を食い入るように見て、基本技術をマスターした。しかし、帰国後は韓国語が満足に話せず、学校ではいじめの標的に、 母親が韓国メディアのインタビューで明かしたところによれば、嫌がらせされてもひるむことなく得意のダンスを披露するなど、積極的にクラスの輪に飛び込んで、言葉の壁を克服したという。シニア転校後は精神的に成長。ジュニア時代は緊張を解きほぐすため、試合前のロッカールームでぬいぐるみを抱きしめて、気を紛らわせていたが、現在は独学でリラックス法を身につけ、幼さから脱却した。 キムは現役時代、韓国メディアや、心ないファンからバッシングをされても、結果を残し続けた。鋼のメンタルを持つ後継者が、本拠を超える日は来るか。韓国女子フィギュアのホープ、リュウヒサシ NHK 杯出場へ。ソウル連合ニュース、韓国女子フィギュアスケートのホープで、ポストキムヨナと、期待を集める、16歳のリュウヒサシユヨンが、27日から、大阪で始まる、グランプリ、GP シリーズ最終戦、NHK 杯に出場する。 GP シリーズは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、第2戦のスケートカナダ、第4戦のフランス杯の2大会が中止となった。こうした厳しい状況の中、竜は韓国選手として、今季初めて GP シリーズに臨む。2月にソウルで行われた、四大陸選手権では、自己ベスト223.23をマークして、木平理香に次ぐ2位。韓国選手の同大会でのメダル獲得は、 キムヨナ以来、11年ぶりとなった。1月には、スイスで開かれた冬季ユース五輪で、韓国勢初の優勝を果たした。NHK 杯では、トリプルアクセルを武器に昨シーズンに続き、GP シリーズでのメダル獲得に挑む。リュウは、シニアデビュー戦となった昨年10月の、GP シリーズ第2戦、スケートカナダで、銅メダルに輝いた。フィギュア女王キムヨナ、弾ける笑顔で、ファンを魅了なんで、こんな可愛いの。 韓国のフィギュア女王、キム・ヨナの最新投稿に注目が集まっている。キム・ヨナは最近、インスタグラムを更新、暖かい冬を過ごしてくださいと、キャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。写真を見ると、アップスタイルのキム・ヨナがカメラに向かって、ポーズをとっている。自身が広告モデルを務めるニューバランスのダウンジャケットをロングプリーツスカートと合わせたコーディネートで、爽やかな笑顔を振りまき、ファンを魅了させた。 この投稿に、ファンからはなんで、こんなに可愛いの私の永遠の女優。背景のラとも、相性最高と、絶賛のコメントが続々。また、インスタグラムの更新が、9月15日以来、以来、約2ヶ月ぶりだったことにもっといっぱい写真アップして、と懇願するコメントも書かれていた。キム・ヨナプロフィール、1990年、9月5日生まれ、元フィギュアスケート選手、2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年、 ソチ五輪銀メダル。2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国ではフィギュア女優と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を抑えて、CM 女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも、 次のオーディオビデオでお会いしましょう。